今日皆さんとシェアするスキルは心のロックを外すというスキルですどういうことかと言いますと皆さんですね、そのまあここまではキャラクターここからは俳優としての自分というこの境目があるんですけれどもこの境目のことをですね、ロックというふうに呼んでいますこのロックというのは鍵という意味のロックではなくてですね、ダムとかの席せき止めるの席ですね のロックという意味です、はい、つまりあのここまではキャラクターにあげるけどここから先はあげないよというようなそういう意味のロックになります。はい、でこのロックを外すスキルというのはどういうことかというとシーンによってはこのキャラクターに自分自身俳優自身の心にをですね明け渡してしまって、えー、キャラクター自身にあのコントロールをさせるというふうな あのお芝居の方法をやる方が、えー、まあ見ている人がですねその感情の共振つまり俳優さん自身がその瞬間に感じているものをですねあの自動的にあの感じるというその共振が起こるんですねでこれはその別のビデオで僕は心でやるお芝居というふうにご説明していますけれどもこういうお芝居をする際にはその心のロックを外す必要があるわけです。 でこの心のロックを外すということはです、ね、確かに俳優のスキルとして持っておいた方がいいスキルなんですあの別のビデオも説明しましたけども心であるお芝居というのは本当にそのぐっとくるものだったりするんですねただし同時にとても危険な行為です だから、えー、俳優さん自身がどういったシーンでどの程度心のロックを外すのかということをです、ね、判断できるようにならなければいけませんでなぜこれを今お話しするかというと日本ではです、ね、この心のロックをです、ね、外すことを演出家や演技指導士によってはです、ね、殻を破るというふうに表現している人がいます。 でこれがです、ねあのー、日本で時々行われている方法が非常に危険な方法をやっているんですこのロックの外し方ですね本人の意思で外しているのではなくて無理やり壊しているんですロックを例えばどういうことかというと演出家によってはです、ねえー、俳優さん自身をキャラクターと同じような精神状態まで追い込んで で精神的に余裕がない状態にさせたままでお芝居をさせるということをやっていたりとかですねあと、えー、例えばあの人の前で絶対に誰にも話したくなかったトラウマとかを話させてでこの本当は誰も侵入してほしくなかった心の部分をです、ね、無理やり話させることによってこのロックが効かなくするというようなことをしている方とかですね。あとその、えー、絶対にその やりたくない普通の自分であればやりたくない性的なシーンを無理やりやらせることによってここから先は入ってほしくなかったのにというところに無理やり侵入するというような指導をしている人たちがいますでこれはですね、絶対にやってはいけないことですあの演出方法としてもやってはいけませんしあの演技指導としてもやってはいけませんでこれは俳優さん自身が その決めることこのロックを外すかどうかということはです、ね、俳優さん自身に決めるあの権利がありますだから絶対に他の人が演出家とかです、ね、あの演技指導士がです、ね、勝手にこのロックを無理やり外してはいけませんですか特に特にあの、えー、性的なことをしてはいけません絶対にしないでくださいハリウッドの演技指導において僕は、えー、たくさんの演技法を勉強してきましたが そのどれにも、えー、例えば下着姿で抱き合ったりとか性的なことをするという指導方法はありませんでした絶対にしないでくださいたとえその人がどれだけ自分がハリウッドの演技法を知っているかのように装っていたと,としてもその演技指導方法はやってはいけない方法ですだから絶対にしないようにしてください はいでえー、ここから先、では早速もうちょっと一回実践に入りましょうで皆さんこの、まあどこからま、ここまではキャラクターですよ、ここまでは、えー、自分こ,こからは自分ですよというこのロックは、ね、どんな演技法をやっている方でも大体いいの体の位置がです、ね、ロックが存在する位置が共通していますそそうなんですその体自身にです、ね、体にあるんですよ、そのロックがでそのロックがどこにあるかというとこの首の付け根と肩の付け根、この2箇所にありますこことここですね。 でこれが本当にあのどんな演技法をやっている方でもです、ね、共通していますでじゃあそのロックをどうやって外すかということなんですけどまず最初にその、まあ、第1ロック第2ロックといいましょう第1ロックの上側だけにキャラクターを入れた状態にしてでこのロックのある部分の力をです、ね、抜いてでキャラクターがどんどんこう下に降りてくるのが分かると思うんですけどそこに抵抗しないで本当にそのまま侵入を許すというような感覚になります いいですかではちょっとまずちょっとやってみますねではまず最初に第1ロックの上側だけにキャラクターを入れます今これはあのこの第1ロックの上側だけにああのまあ感情とかキャラクターが入っている状態になりますで この状態の俳優さんはですね動かない人が多いですなぜかというとここから上だけがキャラクターになっているのでここから下は俳優としてのコントロールが完全に効くんですよでこっから上だけに集中しているのでほとんど動かない人が多いですで逆にこっから下は自由度があるのですごく動き回る人もいますでもあのかなり動かない人が多いですねではさっき言ったように この第1ロックを外して第2ロック肩の付け根まで外しますねはい今、えー、この肩の付け根まで、えー、キャラクターが入っている状態になりますでこの状態の俳優さんはですね、まあ、ここの口から上は全部俳あのキャラクターになっているんですけども この状態の俳優さんはですね、結構首でお芝居をする人が多いです。あの、なんでそんなこと言うんだよ、なんでだよっていう,うに首がですねあの、動き回る人が多いです。なぜそんなことが起こるかっていうと、ここから首から、首から上だけがあのキャラクターになっているからです。で ここの状態で、そのまあこの首から上だけの状態、この最後のロックを外さない状態でお芝居をしている人が一番多い印象があります。でもそれは悪いことではなくて、さっきもちょっとお話ししましたけれども、この心のロックを外すという行為はリスクが伴いますので、そのリスクを負わないために外さないという選択を自分でしているのです。 で、じゃあなんで外してはいけないのかというと外してしまうとこういうことが起こります外してしまった瞬間にそのキャラクターが感じる絶望とかそのあの 精神的なダメージとかがもろにその俳優自身の僕自身のダメージとなってでもろにその僕がですねそのあの精神的ダメージを受けます。で例えば僕は硫黄島からの手紙であの見た人は知ってると思うんですけどあのすごくその精神的に追い込まれるシーンがあってで,でその時にこの。 心への侵入を許した状態でその精神的な負荷がかかるシーンをやった結果何が起こったかというと僕は PTSD になってしまってその用事はからの手紙の作品を見るとですね体が震え出すんですよ。そのその時のその時自分絶望感とかうういう あの死を意識する感情というものが本当にその瞬間感じていたせいでそれがもろに自分の精神的ダメージとなって今でも残っているわけですだからこのこの <laughs> だからこの心でやるお芝居というかこの心の鍵を外すという行為がどれだけリスクがあるのかどれだけそのえー と危ない演技法なのかということをです、ね、あの絶対に忘れないでください、ね、その演出家が勝手にこの領域に踏み込んだら駄目なんですよ特にその無理やりティークロックを外す方法で,でち,ゃんとしたちゃんとした演技指導士とかであればそういうふうな無理やりな方法ではなくて俳優さん自身が。 外せるるように導いてあげられるはずなんですよでもそれができない演出家がそういう例えばパワハラな演出をしたりとかあとあのあのその性的なことをや,やらせたりとかトラウマを話させたりというあの俳優さん自身の精神的なあのメンタルの健康を考えない方法で無理やりその心のロックを外すということをですねやって で,いますでもほあの、まあ、本当にあの、まあ、あのこの領域で,あので精神的負荷がかかるお芝居をすると、本当にあの精神的ダメージを受けますので、えー、あの気をつけて、えー、使っていただければと思います、はい、以上です。